歌舞伎十八番の一つ、七つ面元文五年二月、江戸志村座上演の姿間隅田川に、二代目、市川海老蔵の願号寺赤江門で初演された。この姿間隅田川については、台本が残っておらず詳細は不明であるが、歌舞伎年表によれば隅田川ものに、清春桜姫物をないまぜにした内容だったようで、ある。その中で演じられた七つ面の内容は、 中古儀常設と歌舞伎十八番校によれば、およそ以下のようなものであった。場所は、吉田少将の館。そこに隅田川物では、おなじみの吉田少将をはじめとする人々がいるところに、面出しの万王子赤江門が現れる。その格好は頭に、浅木頭巾をかぶった上に侍絵星をかぶり、巣王の姿、手には桜の枝をかたげ、 腰元たちに戯れかかるやりとりがあったという。舞台の上手には、面を収める箱が5つ並べてあり、吉田少将が、即室の半女の前にその面箱の中の面を見せようと開けると、上の面があった。次に少将が妻の桜姫にも見せようと違う箱を開けると、今度は潮吹きの面。さらにその次には、半若の面。さらにバーの面。 最後は口をカット開けた、武悪の面であった。そして人々は、皆一旦引っ込む。その後吉田家の家老組め、内左衛門のが、吉田家の館に来ていた直死の太宰の熊氏と共に、舞台に現れるが、この二人は、悪人で、密かに盗み出した宮小鳥の一巻を懐より出して、悪事の相談をする。そこへ奥より人の来る気配がするので、慌てて、平内左衛門のは、 持っていた都鳥の一巻を後ろ手にして隠そうとした。するとなんと先ほどのブワの面が一巻を加えて奪い取ったのである。ひらない左絵物が驚いて後を振り返ると面が一巻を加えたまま箱の蓋はぴっしゃりと閉じてしまい押しても引いても開かなかった。大体以上のような内容を記しているが実は上の5つの面とは作り物の面ではなく エビゾ自身が演じていたものだったというのである。つまり、おそらくは、麺箱の裏側から穴を開け、そこから顔だけを出して、表情を作り、桂ツラや眉をつけたり、ハンなら頭に角をつけるなどして、麺に化けるという趣向で、麺が、宮古鳥の一環を加えたというのも、役者自身が麺に噴していたからであった。この麺の趣向について、中古儀常説は、実の麺と見え、 南な我れを降りたり、すごい、ほどよく似たりしとの評判だったと伝えているが、これはエビゾが、宝生流の農薬者のもとを訪れた時、そこに所蔵していた色々の農面を見せられて、思いついたものだという。上の5つの面はいずれも農狂言で使われるものである。なお、中古木常設と、歌舞伎18番校は、面箱の面が、都踊りの一環を加え、 蓋が閉まるところでその後のことについては触れていない。しかし、そこで幕になったとは当時の作劇場を考えにくく、おそらくその後も芝居は続いたとみられるが、他に資料がなく確かなことは不明である。この後二代名海老蔵は漢方二年にも大阪で七つ面を演じており、この時は星合久し過激よという芝居の最後の幕に、 悪しちべ加過激よが、源の頼朝の命を狙うため、面出しに化けて、頼朝の館に現れるという趣向であった。天保三年、七つ面は歌舞伎十八番に選ばれは、したものの、当時すでに上演の耐えていた他の十八番ものと、同様演じられることはなかったが、近代になると九代目、市川段十郎が、明治二十六年の歌舞伎座で、新七つ面を上演した。 これは、新歌舞伎十八番として、福知大地王子の脚本により、豊臣秀吉の家来である、ソロリ新左衛門が七つの面を使っての書作事を見せる、ものであった。この、新七つ面は、後に七代目、松本幸四郎も演じている。その後、昭和十一年の歌舞伎座で五代目、市川美松が歌舞伎十八番のうちとして、七つ面を上演し、この時は、 中古技常説等を参考にして脚色された。昭和58年には、国立劇場で2代目、小野松小六によって上演されているが、これは、星合久し歌劇用に基づく脚色であった。七つ面はこの他にも、初代市川右段次や三代目、市川猿之助などが手掛けている。ところで、七つ面については、芝居の内容も、去ることながら、他にも、大きな問題がある。 それは上に紹介した内容を見ればわかるように、面が、上、塩吹き、繁にバばあ、部落の五つしか出てこないことである。漢方二年の時の役者表を記した、役者若水にも、頼朝子を打ちんため、面大山との願号寺赤江門と名を変え、笑い上釣り眼巨言ライブ枠黒ひげの斜面の、形さりとは、おかみで、とあり、ここでも面は五つしか出てこない。なお、 星合久し過激用には絵本番付が伝存し、七つ面に当たる場面の絵を見ると確かに面箱は七つ描かれており、そのうちの五つは蓋が開けてあって五つの面が見え、それぞれ面のもとに面の名も記してある。しかし残りの二つは蓋が閉じたままで面の名も記されない。実は原文五年の時も、また漢方二年の時も二代目海老蔵が七つ面を 演じたとされながら、そのいずれにも七つ面という下題が使われたという当時の資料や記録は見当たらないのである。要するに七つというつもりでやっていたのかどうかわからないということである。他でも七つ面という下題の演目は確認されていない。もっとも七つ面という下題の由来は上に挙げた役者は下水にある七面から来ている。 可能性もあるが、七面と記していながら、面は五つしか出てこないのが不可解である。五つがどうして七つになるのか、その事情については不明というほかない。しかしとにかく歌舞伎十八番が制定されて、以降、七つ面という下台が通用してこの芝居は、上演されるようにはなったのである。平成二十八年一月の初春花型歌舞伎において、十一代目市川海老蔵は、 大量を加えた七つ面を演じた。基本的に七つ面のほか、増員、関羽、不和、脳、ヘビリについては、型や脚本は伝わっていないため、実際に演じるためには、都度、新たに脚本を作ることとなる。平成28年1月の七つ面の場合には、七つの箱が置かれ、うち六つの箱は空いていた。空いていない一つの箱は、最初にエビゾを演じる。 赤絵門によって開かれ、七つ面の身体である、そう面の面であることがわかる。エビ像の前では開かれていた六つの面をすべて使った。出展。ありがとうございます。